この坂登ってからの平地がめちゃくちゃきつい。高校時代どんな練習だったんですか？高校時代も同じような感じなんだけど、でも高校時代の時は分けないで16キロとかやってたね。久しぶりにしたらバーカきつい違う、暑いってのあるかもね。うん、まあね、今日でもきついでしょ。高校生はまあ多分もう毎日走ってるからさ、まあ慣れっこというか暑さもだいぶ耐えれると思うんだけど、久しぶりだったね、この刺激のあるコース。タム城は今1セット行ったけど、うん、高校生今立て続けに3セット行って、うん、4セットやるっしょこれを。まあそうだね、まあ、高校の時だったら、まあ、当たり前っちゃ当たり前、12から16キロは普通に行ってたからあれなんだけど、うん、やっぱ今これ走らなくなって、うん、現役引退してやっぱきつい。やっぱね、長距離はね、走んないとダメですよ。常にやんないと。長距離は走んないと落ちていく一方ですね。なのでまあ本当にこれが基礎の練習だと思うんですけど、いやまあまずベースを作ってから応用練習に入るって感じですね。あ、ダッシュ来ましたね、ダッシュがね。ということで、今 A チーム3セット終わったんですけど、ちょっと日差し強かったりするんで、これ終わってちょっと15分ぐらい休憩して今から坂ダッシュになったみたいですね。はい、はい、もうちょっと選手に感想聞いてみたいと思います。A チームでやりましたけれども3セットね、今日はどうでしたか？今日は走ってなんかペースは多分さ、それほど速くないでしょ、4分半ぐらいだったら。だけどやっぱ暑さでマイナス30秒っていうか、キロ4分ぐらいの感覚だよね。キロ4分切ったぐらいの感覚だったよね。3分50ぐらいだよね。そう、4分半に感じなかったもん。 でちょっと休憩してからダッシュっていう感じか。ダッシュ10本、まあこれでちょっとなんか動き切り替える感じだよね。なんかよく中村先生が言ってる上り坂で前傾する感じっすね、イメージは。だよね、多分合ってるよね。そうそうだよ、多分前傾で、前傾だよね。今から坂ダッシュを。そうですね、ちょっとやっぱ暑いんで、そのなんか冷やしたりとかして、そこでしっかり休憩してからダッシュ行くという感じっすね。今から、今から地獄の坂ダッシュ10本参りたいと思います。この坂っすかね。これさ、なんか天に続く道に行った光景。確かに北海道のな、結構似てるよね、うん、ということで頑張りたいですね。 OK、 ありがとうございます。これ気をつけてね。では行きます、よーい、ゴあ、きつい。あ、100かこれ。今4本終わって、次5本目なんですけど、ちょっとね、ここで選手たちの動きを撮りたいと思いますとか言いながら休憩入りたいと思います。はい、こうやって言ってサボるやつよくいるよね。うん、僕でした。はい、さあ今ちょっと見えないんですけど、ここの坂を過ぎてからが一気に足が重くなるポイントなので、ここがね、だいぶ足やられるところですね。なかなか動きが落ちてしまうところですね、ここが。粘り残すな。はい、
さあ先生はね腕を大きくというふうに言ってるんですけど、腕を大きく振った方が上り坂はうまく登れるということですね。確かに足と腕はつながってるんで、腕を大きく振れば振るほど足もついてくるという感じですかね。ラスト1本です。見えなくなるぐらい傾斜が激しいです。地獄だった。これは地獄だな。全部できなかったけど、うん、はあ、追い込みましたね。最後みんな早かった、うん、はあ、めっちゃ追い込みました。パパ、体力ないじゃん。ちょっと体力落ちました。4分の1、いや5分の1は見ました。暑さにも弱いし、坂にも弱いし全部弱い。またよろしくお願いします。何張り付けた？ずっと来ないでしょ。いや、まだ行きます。多分行きます。忙しいからね、田村君ね。いやいや、僕はそんなことないです。まあ、あと20分ぐらいして、20分ぐらい各自でやって、体操とか足りないところとかやって、終了という感じですね。今日はまああれか、梅雨明け一発でガチで暑かったからなかなかね。まあ、あと自分の体力とメンタルが落ちてたんで、まあ、でもその課題が見つかってよかったなと思いました。まあ、この夏そのスタミナの部分をまたさらに鍛えていくと。そうだね、それ鍛えないと多分タイム出ないから、次それ鍛えていい形で試合迎えたいなと思いました。今日は非常にいい日でした。また頑張りたいと思います。まあ、今日黒缶練習でいろいろね自分の中で課題が見えたんで、これを8月とかで克服して9月末の試合に向けて頑張っていきたいなと思います。まあ、久しぶりにねこうやって高校生の皆さんとか、あとは中村先生と久しぶりにお会いして、一緒にできてよかったなと思いました。またこれを力に変えて次頑張っていこうなと思います。はい、ということで本日は市船の練習に参加してみたでした。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。次回もよろしく。バイバイ。高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。